所にまた一歩、誰かに押されてまた一歩、自分の力でまた一歩、誰かの力でまた一歩、振り向いたら足跡二つ、いつの間にか空は晴れている、涙がこぼれる時も、叫び届かない時も、相手にされない時も、うつむいて歩く時も、誰かと一緒にまた一歩、おはようございます。関根ひろきです。今日も朝のひととき、あなたの心に安らぎと希望をお届けするライフラインでお楽しみください。さて、今日はキリスト教の書籍を中心に扱っている出版社、株式会社ヨベルの代表、安田雅人さんをご紹介いたします。ヨベルとは旧約聖書に出てくる言葉で、イスラエルで50年ごとに訪れる自由と解放の年をそう呼びました。そこから社名が付けられたそうです。書籍を通して多くの人に聖書の神様、キリストのことを知ってほしいと語る安田さんのお話や、今取り組んでいること、またおすすめの本についても伺います。それでは今日もライフライン、最後までお楽しみください。この番組は PBA の提供でお送りいたします。そうですね、この2000年から2020年かけて約、そうですね、240冊ぐらいの本を作ってますね。あの本とあと記念誌、あの教会記念誌、ああいう団体の記念誌なんかも含めると240冊を超えてると思いますけど作ってます。で、今も今年2021年のほぼ上半期は全ても編集出版の出す本ほとんど埋め尽くされてて、ちょっとだから今大変な時期になってます。そんなようなことで今出版を中心にして今歩んでるっていうのは私あの毎日ですね。これはまあ僕にとっては解放されるっていう意味、まああのヨベルの年のヨベルっていう、あのなんていうかな、あのイスラエルで50年に1回あの全て借金をしているものとか、土地を売ったものとか、土地を取られたものとか、例えばあの奴隷になっちゃったとかね、そういうあの身分が非常に変わってしまった人たちが50年に1回身分の回復とか財産の回復とか、あのいわゆるその借金を負った人はその全てそれがあのなくなるみたいな、そういう法制度がね、旧約聖書の最初の本に書いてあるんですが、ですから最初に作った会社のロゴはラッパがついてるんです。あのヨベルの年にはラッパを吹いてその解放の知らせをねするっていうことでラッパを吹くんですけど、ですから今もあのヨベル新書にはあのこういうラッパのマークがついてるんです。でそれはもううちの基本なので、あの小さい出版社ですけどそういうロゴを持ってね出版活動をしてるっていう形ですね。で起き上がりこぼしっていうのをねあの送ってきてもらったんですけど、まあ、福島のでは有名なの置物らしいんですけど、あの 3.11 でもう自分たちがねとてもこう本当に大変な時をもう何度でも何度でもねそのやっぱり自分たち前向きに
生きていこう、生活していこうっていうことで、それ沖上こぼしの持ってる意味合いを、ソラさん自身も交通事故に遭って、あのお母さんのふとした言葉で、あの自分もこう立ち上がるっていう勇気をね得たっていう、でまあそこにあの聖書からの言葉もあったと思うんですけど、そういう中でそのこの絵本が持ってる意味がね、あのその東北のことと空さん自身の体経験が重なってね、この絵本が出来上がったかなって感じ。だからあの光月の脳障害の方たちにとってもこれがね、あのとても励みになるんじゃないかな。で松山で彼女が通っている病院の先生も、こういう機能障害を持っている方がまず本を出すっていうこと自体がね、とても奇跡的なこと、とてもこう通常だと考えられないことなんだけど、あの先生たちもなんか応援してくれるようなあの気持ちを持っていてくださって、そらさんもとても励まされてるんじゃないかなと思いますね。起き上がりこぼし、空咲く。ある日自転車を漕いでたら、ドンと音がした。世界が暗くなった。何日も何日も寝ていた。目が覚めたら、父さん母さんみんなが泣いていた。話そうとしたら言葉にならなかった。父さんも母さんもわからないと首を横に振っていた。手を動かそうとしたら動かない。私の手はどうなったの。毎日母さんが私の体をさすってくれた。ちゃんと起き上がれますように、ちゃんと手が動きますように、ちゃんと立つことができますように。優しい温かな手のぬくもり。御言葉に聞くっていうか、聖書の言葉に自分が聞いてみる。聖書の言葉がどう今自分に語りかけているかを自分で読みながら感じて、でそれが今どういうふうに自分に関わっているのか、それって自分の今の生き方とか生きている様子とかなんかにね、聖書の言葉は必ずこうしてるっていうか答えてくれて、その言葉、あの聖書の箇所に自分がね反応できるわけですよ。でその反応がとても大事。それに対して自分がどうまた答えていくか。うちの義理の父がね、毎日ね聖書を読みなさいって言われたんですよ。で言われてる時はねやるんですよ。3日坊主なんですよ。でまあ歌終わっちゃいましたって言うとね、3日坊主でも続けていきなさいと。3日坊主を続け、3日坊主を続け、3日経ったらやめて、3日経ったらやめて、それでもいいからそれを連続させなさいっていうことでね慰めてくれました。聖書ってだから読み慣れちゃうと意外にスイスイと毎日読めちゃうものなのかもしれないですね。断片的じゃなくて聖書全体を読むと、本当に聖書がね立体的にね見えてくるのは事実あると思うんですよ。で日本でも聖書って、まあ、永遠のベストセラーとか言って、年間でも本当にたくさんの聖書が売られてるんですけど、売れてるんですけど、聖書はいろんな人たちにねいろんなことを伝えてるのは事実だなって思いますね。
立川にあるお世話になっている方の教会で月に1回なんですけど、青年の集いっていうね、大学生を中心にして、あの彼らが今ぶつかっている問題だとか、キリスト教をどう考えているかとか、あの自分とキリスト教との課題をね、あの発表し合うっていう場があって、で月に1回1人やって、それをねみんなで後で討論する、意見を出し合う。でそれがね結構面白くて、僕は今先生にそれをでどうしても本にしたいっつってお願いましたよ。すっごい面白いモレフでね、若者たちがねいかにねキリスト教のことを深く付き合っているか、出会っているか、自分の生活の中にどういうふうにそのキリスト教が根付いているのか、どういうふうにそれを捉えているのか、対立しているのかね。こう今この社会全体がこう偽りが多いなっていうふうに感じていて、でその中であのみんな青年たちがそれぞれがこう正直にあの自分の心の内の思いを述べて、あのその中でこう神様とどう生きていくかっていうところにこうつながっていくような、あのそういうものを感じます。今は特にオンラインも増えてきたので、なかなか交わりとかも減ってる中で、ここに来るとその立ち止まった感覚があって、少し大切なものをなんかこうもう一度こう考え直す瞬間というか、やっぱ普段なかなかこう味わえない感覚、ちょっと大学時代に戻ったような感覚があって、すごい好きです。まあ、大体同年代 の, あの方々が、その普段は口にしないようなこう本音、自分の心の底で思っていることを語ってくれるので、そこですごくこう、まあ、自分はどう生きているのかとか、他の人はどう生きているのかっていうのを考えさせられることがとても多いです。やっぱりね、その人たちの意見を聞いてるのはもう本当楽しいですね。あの本当にね、もう僕らの時代とは本当違うなって思いますしね、あの彼らが生きてるあり方っていうのは。だからその彼らが考えてることを一つの本にまとめたいっていうのは僕の本当願いなんです、希望なんです。いい本ができるんじゃないかなって思いますね。366日元気が出る聖書の言葉っていう、これはあの岩本絵の句って言語学の教授の方で、あの毎日あの自分でブログをね、聖書の言葉、元気が出る聖書の言葉っていうブログをね、あの書かれている人なんですよ。で僕はそれを読んで、これをね1年間で毎日読めるように編集したらどうでしょうかっていう、あの問い合わせをして、先生がそれに答えてください、じゃあ出しましょうかっていうことで、先生ものすごく苦労されながら、あの今まで十数年間自分が書いてきたものをあの366選んでまとめたのが今回のものなんですね。先生ほぼ1年ぐらいかかってこれを作り上げてくださって、再販になってこのあなたは一人ではないっていうのをキャッチフレーズで大きく出して、今ちっちゃい文字だったんですけど、結構読者の方からの返事だと、自分にこんなに寄り添ってくれる言葉を書いてくれた人はなかなかいないっていうことで、ものすごく慰めを受けるっていうことを言われています。だからあのこの本はそういった意味では読む人にもプレゼントにもとても最適な一つの本かなと思いますね。座右の銘は何ですかって言われて、事実って書いたんですよ。事実っていうのは出来事なんですよ。あのそのイエスがあの街道で、あのそのなんていうかな、今日ここにね
起こるっていうことになった、そのとことが事実で、それはまあ日々の歩みの中で自分があの毎日求めているもの、時からそれが願いとかいろいろあるんですけど、それがねやっぱり必ずね、まあ出来事になるんだな、実現するんですよ。まあいろんなことありましたけどね、だって本当に大変な時ってありましたからね。で毎日そんなこと考えてるとね、あのふっとこう電車にね飛び込もうかなっていうようなことってやっぱあるわけですよね。でもそれを踏みとどまらせる方がやっぱりいらっしゃったし、あのあなたの後ろにはちゃんと私がね、あなたを支えてくれるというか、あなたがそういうことになっても何らかの形で、手を差し伸べてくれるみたいなことはありましたね。でそんなことがあっていろんな人がまあ本当に助けてくださって、あのいろいろ大変でしたけど、でもなんかなんとか35年会社をやってこれたかなと思います。まあとにかく与えられた時間、許される時間を、あのこの残された人生で費やしたいなっていうのが今思いですよ。あのキリスト教を理解するためにいろんな人たちがねいるので、あの一つの考えに まとまるんじゃなくて、いろんな広い考えの中でその一般の人たちがねキリスト教との接点をその持つための働きを自分はしていきたいなと。これとかあれとかね、そのじゃなくて、やっぱりこういろんな形でそのキリスト教というか、まあ、聖書を知るとかイエスと出会うとかね、いろんな形を通して知ってもらいたいなと。その中で自分があの一番自分がこう気に留められたものを自分のものにしてもらえればいいかなというのが僕の正直な気持ちですね。おはようございます、原田則夫です。今日のゲストはヨベルというユニークな名前の出版社代表、安田雅人さんでした。ヨベルとは聖書にある7年に一度の安息の年を7回重ね第50年目に守られるという解放回復の年から来ているとのこと。その50年目を迎えた時、お羊の角ヨベルで作ったラッパを吹き鳴らして知らせる。実にヨベルの年は人々をあらゆる束縛から解放し失った権利を回復させるというとても意義深い年ですね。ところで解放自由と聞いて、私は聖書のエジプト脱出の出来事を思い起こしました。紀元前千数百年前、エジプトで長年奴隷として苦役を強いられていたイスラエルの人々、その叫びの声を聞かれた神は指導者モーセを立て、エジプトを脱出させます。人々は神の示す約束の地を目指し、40年という長い荒野の旅の末、ようやくヨルダン川の東側に着きます。ヨルダン川の対岸西側に神が約束された祝福の世界を見渡せる場所です。そこで指導者モーセは人々に向け、この神の約束に預かる道、神の御言葉を伝えます。それは時代を超え、地域を超え、民族を超えた普遍的な神の教えでした。今日私たちも神様が約束された永遠の祝福に預かるために、まさに時間と空間を超えた神の教え、聖書に耳を傾けたいと思います。申命記30章14節お読みします。誠に御言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、
あなたはこれを行うことができる。ここから3つのことを心に留めたいと思います。第一に、御言葉はあなたのすぐ近くにあるということです。聖書、書棚にあるけど近寄りがたいなと思われるでしょうか。確かに私たち人間とは次元の違う神様の教えですからね。しかし神様は私たち人間が生きる上で必要なことを私たち人間が使っている言葉を持って教えてくださいました。御言葉はあなたのすぐ近くにあるとはそのことです。そしてすぐ近くにあるということは今日のそして明日の私たち一人一人の人生の道しるべ、道の光だということです。昔内村鑑三という方が一日一生という聖書日課の本を出し、その中で一日は一生と同じように大切であると語りました。この機会に一日一生、いえ数節でも神の教え、聖書に耳を傾けてみてください。三日坊主であってもそれを続けてみてください。第二に、御言葉はあなたの口にあり、あなたの心にあってということです。どういうことですか？モーセはすでにこう教えていました。私が今日あなたに命じるこれらの言葉を心に留めなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家で座っている時も、道を歩く時も、寝る時も、起きる時も、これを彼らに語りなさい。声を出して読んでみて初めてわかるということがしばしばあります。神の教えを口にし、耳にし、目にすることを繰り返すことで神の教えを覚えていきます。覚えることで神の教えが日常の中に根付いていくのです。第三に、あなたはこれを行うことができるということです。心の中に蓄えたものは普段忘れているようであっても大事な場面で蘇ってきます。心に植え付けていただいた神の教えが私たちを救ってくれるのです。分かれ道でどちらに進むのかを示し、何をなすべきかを教え、それを行う力をくださるのです。神の教え、聖書が生活の中で実現するのです。いかがでしょう？あなたも今日神の教え、聖書に耳を傾け、神様が約束された永遠の祝福に預かる人生と一歩踏み出してみてください。あなたの人生に愛と喜び、希望と平安が訪れることでしょう。今日の番組いかがでしたか？番組ではあなたからのご感想のお便りをお待ちしています。またぜひ教会に行ってみたい、聖書を読んでみたいという方は番組までご連絡ください。係ではあなたのお近くのキリスト教会や聖書通信講座のご案内をさせていただいています。それでは視聴者プレゼントのお知らせです。今日は安田さんおすすめのご覧の本、366日元気が出る聖書の言葉、あなたは一人ではない、こちらを抽選で12名の方にプレゼントいたします。聖書には神様からの励ましの言葉がたくさん書かれていますが、毎日その言葉を味わうことができる一冊となっています。番組への感想を添えてお申し込みください。係への宛先はご覧のところです。さて来週はゴスペルシンガーの岩渕誠さん、由美子さん夫妻の演奏とお話をお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではまた来週お目にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。